こんにちは、美容家の夏美です。今回は4月の休日 Vlog をお届けしていきます。この日はランチの約束をしていたので、これからちょうど出かけるところです。以前 Vlog で購入品としてご紹介したカトリン東京のお気に入りのワンピースを着て、おしゃれしてお出かけしたいと思います。この日は結構肌寒かったので、厚手の上着を着ていきました。では行ってきます。この日は気になっていたエミリアというレストランに行ってきました。テラス席はペットが OK なので、いつかドラちゃんとも一緒に来てみたいです。パスタがとっても美味しいお店で、こちらのリコッタチーズとほうれん草を詰めたトルッテローネというパスタがとっても美味しかったです。ちなみにホームページにメニューが載っていて、それを事前に見ていたんですけれども、特にこのほうれん草の色に合わせて緑のワンピースを選んだわけではないです。でデザートはプリンに見せかけて、これはパンナコッタです。でこのお店はカジュアルなイタリアンっていう感じで、コース料理とかではないんですけど、ちゃんと席だけの予約ができるお店です。コロナもだいぶ落ち着いてきているので、週末はレストランが本当に都内はすごい混んでいて、予約が必須かなっていう感じなんですけど、席だけ予約ができるっていうのは本当にありがたいなと思います。結構駅から離れているので、お店はすごく静かな場所にあります。はい、でまた別の日なんですけど、この日は結構雨が降ったり止んだりな一日でした。ドラちゃんも雨が気になるようです。我が家は昼間は毎日カーテンを全開にしているので、ドラちゃんは結構空を見上げて黄昏れています。あとは電柱に止まっているカラスを威嚇したりしてます。はい、では朝のスキンケアをご紹介したいと思います。クレンジングバーム、お化粧水、オイル美容液、クリームという手順でお手入れをしていきたいと思います。先日オーガニックの毛穴スキンケアという動画でもご紹介しているんですが、こちらのドクターハウシュカのクレンジングバームを使っていきたいと思います。こちらは角質ケアができるクレンジングになります。個人的には洗浄力と保湿力のバランスがすごく良くて、洗い上がり全然突っ張らないっていうのが気に入りました。それからすごくスピーディーに洗い流せるのも良かったです。続いてお化粧水はベレダのザクロローションを使っていきます。ベレダのお化粧水はアイリスシリーズとローズシリーズもあるんですけど、ザクロシリーズが一番ベタつきが少なくて肌なじみがいいです。でオイル美容液はジャントアチャームのオイルとエッセンスが2層式になっている美容液を使っていきます。こちらはオーガニックのスキンケア初心者さんでも使いやすい美容液で、 100% 植物オイルではないのでエッセンスも混ざっていてとても使いやすいです。よく振ってから使ってください。で最後にクリームを使っていきます。アルジタルのカモミールクリームです。ミニサイズでちょっと残りも少ないのでグイッと押し出します。アルジタルのクリームはとてもライトな使用感です。この日はしっとりとしたお化粧水とオイルを使っているので、最後の締めのクリームは軽めに仕上げたいなと思ってカモミールクリームを選びました。はい、こんな感じで朝のスキンケアは完了です。
はい、ではお昼ご飯を食べようと思います。ピカールの冷凍のクロワッサンが残っていたので、オーブンで焼こうと思います。冷凍のままオーブンで20分ほど焼いて、その後10分くらい冷ましたら食べれます。せっかくなのでポテトも一緒にオーブンで焼きたいと思います。パン屋さんに行かなくても美味しい焼きたてのパンがお家で食べれるって本当に贅沢なことだなって思います。はい、焼き上がりました。いや、焦げ目がいい感じですね。ちょっとクロワッサンの生地が柔らかすぎて包丁を入れられなかったので、クロワッサンサンドはできなかったんですけど、普通にそのまま食べてとっても美味しかったです。はい、では簡単にメイクをしようと思います。すべてナチュラルコスメ、ミネラルコスメです。すごく久しぶりにアネリアナチュラルのシナモンベージュのマスカラを使ってみます。でアイシャドウは水光のミネラルマルチカラーのアッシュゴールドとトーンのペタルアイシャドウの14番です。そして色付きの唇の美容液と言われているオンリーミネラルのミネラルカラーセラムのガーネットを唇にのせてメイクは完了です。はい、でまた最近購入したお洋服がお家に届いたのでご紹介していきたいと思います。こちらはティティベイトで購入したトップスです。透け感のあるお花柄のトップスです。この時はまだ寒かったので白のタートルネックの上に重ねてきたりしてました。で夏場はキャミソールとかタンクトップをよく着るので、その上から冷房対策みたいな感じで重ねて着ようかなって思っています。あとはよく着ているキャミソールワンピースのインナーとしても着ても可愛いかなと思いました。続いてまたまたアトリン東京でお買い物をしたので、こちらもご紹介します。スカートはもともと購入する予定はなかったんですけど、私が月に何回か出社をしたり外で打ち合わせをすることがあって、そういう時にも履けるようなスカートが1枚欲しいなと思って購入しました。こちらはペンシルタイプの形で程よく光沢感があります。シャツを合わせたりニットを合わせたりして一年中履けるかなと思ったのでゲットしてよかったなと思います。あとポケットもついています。横の角度でなかなか全体像がお見せできないんですけど、またコーディネートとかご紹介したいと思います。はい、で雨が降っているんですけどサクッとお出かけしていきたいと思います。雨の日ならファーマーズマーケットが空いているかなと思ってお花屋さんにやってきました。はい、でこの後は先ほどお昼ご飯に食べた冷凍のクロワッサンを買い足したいなと思ってたので、ピカールに寄ってその後バスに乗ってお家に帰りました。意外と賞味期限が短いのであんまり買いすぎないようにしなきゃって思ったんですけど、パンオショコラもすごい美味しそうだったのでこちらもゲットしました。夜は最近ハマっている冷凍のお弁当を作り置きしました。タッパーにご飯もおかずも全部詰めて、食べる時に5分くらいチンしてそのまま食べられるっていう冷凍の丸ごと弁当っていうやつを作っています。トマトは揚げ焼きをしていたのでレンジでチンした時に破裂しませんでした。
私は1日2食なんですけど、1食はこういうお弁当にしていて、もう1食はうどんとかパスタとかそういう簡単なものにしています。でネットで調べたら、2週間くらい日持ちしますっていう風に書いてあったんですけど、ものによってはそんなに持たないかなと思ったので、一応なるべく早めに食べきるようにしています。でこれを作った時はちょっと時差があって、3月に作ったものなんですけど、今も継続しています。はい、では最後は最近食べたおやつで締めくくろうと思います。エデメルのザッハトルテです。エデメルのザッハトルテって3人とか4人とか結構大人数で食べるようなサイズ感のものしか売ってないイメージがあったんですけど、こちらは05サイズで一人用のものも売っているんだなっていうことを最近知りました。ちょっとカットに苦戦しているんですけれども、とっても甘くて美味しかったです。はい、こんな感じで今回の Vlog はこれで終わりにしようと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。最後に動画への高評価やチャンネル登録で応援していただけたらとっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。